柳の柳に風。しょうさん、今日は眠たい。朝早いですね。朝6時半終業。今日は下柳ドリームカップ2022第15大会かな。今まで長く続けてやっていくことができました。見て、ほら、こんなに人がいっぱい来て、下柳ドリームカップのカップを争ってくれます。協賛、ホンダ、リングハット、九州商船、南、ありがたいことです。これからもね、あと何年か続くかわからんけど、また続けていきたいと思います。YouTube ご覧の皆さん、子供たちの熱戦をご覧ください。ちょっと待ってください。はい。ました。誰が元カレじゃん。しまちゃん、お久しぶり。2年ぶりぐらい。いや、去年ラジオに出てもらって。そうか、1年ぶりか。そうです。しまさん、君としてはお久しぶり。しまさん、紹介してください。紹介してください。朝茂 Z っていう長崎のローカル番組のパートナーをしてました。はい。古本文子と申します。肉体関係はございません。朝まだ7時、まあ、そうか、YouTube なんですね。ちょっと素顔を見たいですね、マスク。いや、マスク外して、そうですよね。今日距離取ってみんな、ね、はい、2人ともマスク外して、はい、おはようございます。おはようございます。ちょっと、45の独身でそんなことやっとったらあかんだよ。しもさん、YouTube やったら私の旦那になっていい人とか言うか見つかるかもしれない。古本のパートナー募集です。どしどしとどしどし募集ください。こちらまでコメントを入れてください。コメントちゃんと連絡してくださいよ、その時は。ああ、すぐ連絡する。あのいいの来たよっつって、 YouTube でお見合いもしちゃるわけ。どこまででも行きます。もう犬好き、ね、猫好き、ね、猫好き犬好きやからね。そうそう、性格が全く合わない。そうなんですよ。それでも7年やってましたからね。そうそうそう、すごいっすよね。ある意味しもさんがすごく人見知りだったのを克服させたのは私です。何を言うと、そうそうそう、しもやなぎの友達を作ろうって始まった企画やったからね。懐かしい。ちょっとしもさん、私仕事してきます。じゃあ代表の方はお一人ホーム前までお集まりください。どうぞ。こういうご時世なので、あの子供の体調が少しでも悪くだったら休ませてあげてください。で、まあ一旦多いと思いますが、決勝まで行けば。だからそういうところのご意見感想は、あの NIB のドリームカップのホームページに意見をいろいろ入れてもらって、また来年に生かしていきたいと思いますので、その辺のこともよろしくお願いします。じゃあ今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。しもさんのお父さんが毎年作ってくれるおでんです。これをスタッフみんな楽しみにしてます。いただきます。あ、おやじ町田さんどうですか。おやじ味見したと。もうおでん味見させて。めっちゃこんなおいしい。ビーコン味見。表彰とトロフィーが渡されます。賞状優勝長代ボンバーズ、あなた方はホンダカーズ長崎特別協賛2022年下柳剛ドリームカップ長崎少年ソフトボール選手権大会において優秀な成績を収められました。よってここにその栄誉を称え、これを表します。令和4年11月20日大会会長下柳剛、おめでとうございます。
皆さんご苦労様でした。A の皆さんご苦労様でした。今日は特別に試合数がちょっと多くなって子どもたちの負担も少しあったとは思いますが、いい試合をしてくれて感謝しております。そしてドリームカップ大会手伝ってくれた慶応高校 OB のみんな、審判団の皆さん、 NIB の皆さん、本当にありがとうございました。来年からもまた皆さんの意見を吸い上げて、少しずつでもまたいい大会にしていけたらなと思ってますので、皆さんのご協力よろしくお願いします。これをもって閉会といたします。下柳剛ドリームカップ無事終了いたしました。初めての長与町同士の決勝戦となりましたが、ね、熱戦が繰り広げられました。柳に風、いいね、チャンネル登録チャンネル登録チャンネル登録もよろしくお願いします。 See you。